はい、おはようございます。道具屋氏です。今日はまた稲眼に来ております。今回もまた同じように、ルースニングのダブルリーフのシステムでいこうと思ってます。というわけでロッドは前回同様にループの 7X の10フィート5番、先端のリーダーがビーズのついた、黒のヘアズニア、それから途中が普通のヘアズニアで、ティムコさんのインジケーターがついております。以上、こんなシステムで本日も頑張ろうと思います。本日は夜明けと同時に入経しております。まだ眠いのでね、足が滑りそうで何度か転びそうになっております。稲眼側は滑りやすいので、皆さんも歩くときは慎重にゆっくり行ってくださいね。上流に立ち木があったので、これはいけそうと思って今慎重に歩いております。稲眼川だけじゃなく、小川でも糸島でもどこでもいいんですけれども、木の下がね、大事なポイントになることが多いですから、こういうのは絶対逃さずに攻めていきたいですね。上流に向かって歩きますと、波が逆に上流に遡っていきますので、気づかれないように慎重に行きたいですね。15ヤードぐらいの距離をとって慎重にキャスティングしております。ここにテトラの崩れが2つ見えますけれども、浅くてもこういうところは大事なんですね。こういうポイントに魚がついていることがとても多いので、ただいましつこく狙ってます。たまに白ハエが当たってきてツンと当たりが出ますので、ドキッとしますね。ルースニングにシステムを変えますと、白ハエの当たりが結構出ますので、釣れない時はそれでも嬉しいですね。ちょっとずつ上流側に足を進めて、ちょっとずつポイントを探っております。とてもいい感じの流れですので、魚が入っていれば絶対出てくると思っているのですが、なかなか反応がありませんね。ずいぶん時間をかけて全面を流しているんですけれども、今日は多分入ってないですね。気配なしでした。ちょっといい背があったので慎重にやっております。ここはバラさないように、アップ主体で流しております。3投目か4投目に明確な当たりでガツンとヒットしました。ところが、なんと痛恨のバッテリー切れで映っておりませんでした。しょうがないので手持ちのカメラで映します。